どうも小石のような男です。グリーモキモキパンチ、グリーモキモキパンチの新緑の猿です。小石さん、今日の動画は何ですか？はい、今回の動画は10月にやる企画についての動画になります。イエイ。10月はですね、カシソーリー知ってる方はみんな大好き、可愛いマスコットキャラたち、イルミ&ナイトクォッカー合格です。イエーイ。おまっと、イルミくんとナイトくんっていうエボルを一緒にセットで描くっていう企画になります。で、10月はイルミくんとナイトくんを加工企画で、11月に予定してるのはイルミくんとナイトくんで作ろう企画になってまして、これは来月やりますんでまた紹介させていただきます。イルミくんとナイトくんをセットでイラストで描いてもらって、 Twitter、Instagram、Pixiv の方に投稿してもらうということで、で、この際にハッシュタグをつけてほしくて、ハッシュタグはスカイストーリー、全部大文字のハッシュタグ、もう一つ目はイルミナイト、これはカタカナですね。これで投稿してほしいんですね。そして参加してもらったイラストは YouTube ライブや動画などで紹介させてもらうかもしれませんので、よろしくお願いします。詳細の方はブログの方にしっかりと書き込まれてますので、そちらをお読みの上ご参加ください。それではこの企画のイルミくんとナイトくんってのがどんなキャラなのかをこれから紹介させていただきます。はい、ウェイウェイウェイ。まず紹介の前に、イルミくんとナイトくんっていうのはこの空の世界ではエボルと言われる生き物なんですよね。エボルって何？エボルってのは進化した生命体のことで、簡単に言うとおしゃべりできるマスコットみたいな感じです。イルミくんの紹介からお願いします。はい、じゃあサルさん、まずサルさんが知ってるイルミくんってどんなキャラクターですか？僕の知ってるイルミくんは鳥だけど飛ぶことのできない鶏、飛べない鶏だけど主人公のリード君との絆によって飛ぶことができた奇跡の鳥という愛らしく可愛いエボルと認知しております。結構詳しい設定まで知ってるんだね。じゃあさらに詳しいイルミくんの説明、小石さんお願いします。はい、そうだね、イルミくんってのは鶏のエボルだったよね。で、その鶏のエボルのイルミくんってのはちょっと魔法みたいなものが使えるんだけど、基本的なイルミくんの魔法を2つ紹介するね。1つ目はアーク、で、漢字では活性化って書くんだけど、傷を治したり能力、身体強化とかをすることができる能力になります。で、次が火だるま、全身の細胞をこう極度に活性化させて燃焼しながら相手に体当たりするっていう、そういう技があるんだよね。燃えると同時にイルミくんのそのアークで回復もするので、燃えてたんだけど最後は体元通りになるっていう、そういう技を使います。火だるまってなんか可愛いね。もちゅん、続いてはナイトくんの解説をしていきたいと思います。はい、じゃあまたね、聞いちゃおっかな。サルさん、ナイトくんってどういうイメージ？サルが思うナイトくんは、黒。他には？ビジュアルがイルミくんと似てる、モフモフ感がある。以上です。なるほど、20点。チーン。で、説明すると、イルミくんがニワトリだったのに対して、ナイトくんっていうのは、フクロウをモデルになってるエボルなんだよね。全身が結構黒くて、目玉が丸くて、イルミくんが昼で、ナイトくんが夜。イルミくんが太陽だったら、ナイトくんは月みたいな、そういう関係性になってるんだね。結構基本的にはおとなしい感じの子なんだけど、いざという時には、めちゃめちゃ頼りがいがある、強いエボル。大切な人を守る時には自分が盾になるっていう性格なんだね。イルミくんとは真逆でクールな性格なんすね。イルミくんってのは逆に結構臆病で、どっちかというとおどおどしてパートナーのリードくんにいつもついていってるような感じなんだよね。ミミズとかゲテモノ系が大好きで、ナイトくんってのはもうちょっと肉食系で、これ言いにくいんだけど、黄色い、を食べるんだよね。結構肉食系なんですね、ナイトくんは。そうですよ、真っ黒なんで。で、ナイトくんの魔法ってのは影の魔法、
姿とか気配を消す力とかを持っていて、自分のことも消せるし仲間とかも気配を消したりもできる。でもう一つってのがナイト君の翼を剣に変えて相手を切ったりとか、羽を剣に変えて飛ばしたりとかすることもできますという感じですね。スマートな攻撃でかっこいいですね、ナイト君は。感じでイルミ君とナイト君の紹介を終わります。この2人結構ね対照的な2人で可愛いマスコット的な存在なので、セットに描くのは結構楽しいんじゃないかなっていう風に僕は思っております。猿も解散の中からワクワクしております。はい、そんな感じでイルミ君とナイト君の解説を聞いて、イルミ&ナイト君を描いてくれるのを楽しみにしております。それではこの動画はこれにておさらばです。せーの、バイビー。